悟のない者にこの役は務まるはずがありません。怪獣現れました。ラドンです。 G フォース各部隊へ通達、作戦開始してください。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は180秒。スーパーメカゴジラ出撃。スーパーメカゴジラ30秒後に到達します。メカゴジラ大破。現れました。ラドンです。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。もう一体現れました。ゴジラです。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は180秒。
追加。ジェネレーター一機破壊されました。第2部隊、攻撃を開始してください。災害レベルを1段階引き上げます。災害レベル5に設定。カトミウム弾使用制限解除。熱性エネルギーの上昇を一定時間止める効果があります。総員、対応する攻撃フェーズに移行してください。いい加減食い止めてもらわないと。スーパー X2 出撃。第3部隊、攻撃を開始してください。スーパー X2 30秒後に到達します。スーパー X2 到着しました。第4部隊、攻撃を開始してください。ゴジラ沈黙しました。機能低下。戦況かんばしくありません。スーパー X2 大破。ゴジラ異変。兵器使用制限解除。ゴジラを冷却し熱性エネルギーを減少させます。スーパー X3 出撃。第1部隊、攻撃を開始してください。スーパー X3 30秒後に到達します。攻撃を開始してください。第3部隊、攻撃を開始してください。ゴジラ生体反応低下。スーパー X3 到着しました。
ゴジラ、沈黙しました。